ルシティの近くに助けを求めてる人がいないか回ってみようぜ。じゃあきっと何か収穫があるぞ。あれ？こんな告知板いつの間に置いてあったんだ？けどキノコンは魔物だぞ。どう考えても危なすぎるだろう。とりあえず会場に行こうぜ。もし本当に危険があってもそばにさえいれば取り返しがつかなくなる前に止められるはずだ。会場の各参加者の皆様、サウマラタハスパイテイマー大会へようこそ。皆さんはキノコンに指示を出して戦うというコンセプトに興味があるか。そちらに関しては私が断言いたします。今回の気兼ねなさらず、どうぞふるってご参加くだされ。さらにこの度フォンテーヌの大商人エルヒンゲンさんがスポンサーとなり、さらに決勝戦の後に行われる最終テストに通過し、エルヒンゲンさんの理念を貫く能力を持っていることを証明できた方には、なんとエルヒンゲンさんの全財産が当たった。ただしこれには条件が一つだけございます。エルヒンゲンさんの遺髪を継いでサウマラタハスパイテイマー大会を引き続き開催し続けることです。うわぁ、そいつ6000万モラを気軽に投資したのか。それにこの大会を開催し続ければ全財産までくれるって言ったよな。いやー、主催側に強レインの学者がついてたなんてな。詳しく聞きもせず止めるっていうのもそれはそれで良くないよな。いっそ大会に参加して奴らの言う英知法女が効くかどうか試してみようぜ。違うぞ、スメイルはようやく安定を取り戻しただろ。こんな時にまた強レインとやり合ったらナヒーダにも迷惑をかけるし、それにあんなに自信満々に話されるとキノコンを飼いならすっていうのがどんなものなのか。確かにキノコンはよく面倒事を起こしてくれるけど、悪質なものでもないだろ。だって安全面も保証してくれたんだし、そんなに恐れる必要もないだろ。それにキノコンと友達になるなんて絶対面白いに決まってる。いい成績を取ればちょっとした小遣い稼ぎにもなって一石二鳥だぜ。それこそオイラたちのやり方だぜ。申し込みの場所はあっちみたいだ。早く英知法女をもらって大会に参加しようぜ。行くとしましょう。
たまには散歩をするというのも。前の人はまだなのか。ゴールド流星の旅人にシルバー晩星のパイモン、君たちもこの大会に参加するの？え、オイラたちを知ってるのか。いきなり聞いたこともない称号が聞こえたけど。君たちはすごいもの。逃げ切った傭兵は君たちの肖像画を描いて絶対喧嘩を吹っかけるなって他の人に言って回ってたわ。オイラたちありがとうって言うべきか、それとも噂ほど怖くないぞって弁解すべきか。残念ながら今回の大会ルールではテイマーは武器の携帯を禁じられているのよ。直接バトルのポイントはキノコンの捕獲と育成、そしてそれらの駒をどう使うかってこと。言われてみれば確かにそうだな。まだって待てよ、お前スタッフには見えないけどどうして自信満々で説教してるんだよ。何？私はハニア、ずっとエルマイト旅団で凶暴な打獣を飼いならす仕事をやってきたわ。以前からテイマーと呼ばれてたおかげで英知法事の初期テストに参加できたの。でも私のような字も読めない粗骨者は傭兵たちの雑用をするくらいしかできないなの。まあ獣を手なずけることに関してはいろいろと心得があるけどね。敵であれ味方であれ君たちはバトルで障害物を排除してくれる存在よ。だからどう？ストレートだな。まあ誠意は感じるぞ。自分の力で考えるより詳しい人に指導してもらった方がいいよな。それじゃあこの英知法事を受け取ってちょうだい。早速主催側の指定したエリアに行ってキノコンを捕まえましょう。本当に行動力のあるやつだな。ここが捕獲エリアよ。この一帯のキノコンは英知法事との相性がいいからトレーニングや。英知法事はキノコンを捕獲したり収納したりすることができる。それだからキノコンごとにあだ名をつけた方が指示しやすくなるわ。例えば私の隣にいるこいつのことは炎1って呼んで。炎元素のキノコン1号という意味なの。元素の種類に番号？なんかシンプルすぎないか。このキノコン元気そうだし、ぴょんぴょんハッピーだけ、なんかどう。余計な。いえありがとう。でも私には自分なりの命名規則があるわ。シンプルで分かりやすくて指示しやすい。そうだな。もう炎1で呼び慣れてるだろうし。分かった、もう案は出さないでおくぜ。
呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞ。こういうキノコンは丸い帽子をかぶってて小さな太鼓みたいだろ。オイラとっくに気づいてたんだ。こいつらの頭を叩くとポコポコドンちゃんって音が必ず出るってことにな。ほら見ろ、こいつも喜んでるぞ。ポコポコビーニーはおとなしいな。子犬とか猫みたいだ。これからよろしくな、ポコポコビーニー。さてと、残りのキノコンを一気に捕まえてポコポコビーニーにチームを組んであげようぜ。キノコンを4体集められたみたいね。次は主催の提供してくれたフラワーゼリーを使ってキノコンたちの潜在力を覚醒させてみましょう。思ったより順調だな。ありがとな、ハニヤ。あれ？見ろ、うろうろしてる人がいるぞ。キノコンが1体周りを回ってる。うわ、いきなり倒れたぞ。早く見に行こう。はあ、力が入らない。一歩も動けない。おい、大丈夫か？怪我したのか？行け、炎一。待って、この子は敵じゃない、私の仲間なの。私はただ疲れて歩けないだけで、参戦資格をゲットするにはキノコの仲間をあと3体探さないと。まさか、お前も出場選手なのか？こんなところでライバルに出会ってしまうなんて、予想外。ここまでみたいだね。点々ヨーヨー獣のことは頼みます。必ず、おいおい、自暴自棄になるなよ。オイラたち、道を阻むエルマイト旅団じゃあるまいし、お前のキノコ、いや、キノコの仲間を奪うなんて卑怯なことしないぞ。決着をつけたいって言うならバトルで正々堂々と勝負しろ。オイラたちの隣にいるハニヤってテイマーなんか、オイラたちが手強い相手になるかもしれないって分かってて、それの、それ褒めてるの？お前の名前と目標を言ってみな。本当？キノコの仲間をもう3体集めてくれるの？
サイコロの1の裏が6であるように月が回ってきたんだ。私はレイラです。ルタワヒスト学院の普通の学生なんだけど、強い称号はなくて、その私の目標はバトルの準々決勝に入ること。準々決勝に入れたらキノコの仲間を家まで連れ帰って力仕事を分担してもらいたいんだ。もちろんちゃんとお世話もするよ。確かルールに書いてあったな。準々決勝まで残った選手は欲しいキノコンを家に連れて帰れるって。でも力仕事？学生の日常は宿題と論文じゃなかったっけ？恥ずかしながら私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの。普段からちょっと運動しただけでさっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまう。それに力仕事って言っても本を運んだり買い物したりってだけで。それだけかよ。なら全然大丈夫だな。オイラも雑用はいつもこいつに任せてるんだ。キノコンを仲間にするだけでなく一緒に暮らそうとする、このようなバカバカしい考えはエルヒンゲンとそっくりだ。コツをすぐ掴んだ上に人の役に立てる余力すら残っているだなんて、おめでうまくいくことを祈ってるわ。それじゃ。おい、ハニヤ、もう行っちゃうのか？まだお前と炎一にお礼を言ってないぞ。せめて。大丈夫、そのテイマーさん。多分そうじゃないと思うんだけどな。ハニヤは率直な話し方をするから近寄りがたい印象もある。そうだな、また会える機会があるよな。今はハニヤの美徳を受け継いで正々堂々とバトルに参加することを考えようぜ。本当にありがとう。私も。やったー、これでレイラのチームも完成だな。今すぐ会場に戻って参戦資格を確認しようぜ。あなたたちとは戦わないで済むといいんだけど。おや、わっぱたちではないか。
またもやナンジラは流行の最先端に現れたな。いやはや、さすがは娯楽小説の主人公たりうる人物じゃ。ミコ、オイラの目がおかしくなったのか。なんでお前がここにいるんだよ。こたびの大会に関する宣伝が稲妻にまで届いておったんじゃ。それも八重堂の前でチラシを配っておったんじゃぞ。この大会、娯楽小説にぴったしじゃと思わぬか。八重堂は今、次の50年を風靡する傑作を作る計画をしておる。テーマは仲間と競争じゃ。故に血気盛んな若い作家を一人現場に連れてきて取材をさせておる。もちろん作家たちの原稿をよりよく品評するために、今回はわらわも参加する。選手としての感覚も体験しておきたいからの。そしてこれがわらわの相棒、ソーカがこやつに与えた名は百来シャラ。独特な気迫があって悪くないと思うぞ。まさか巫女まで来るほどの大きな戦いになるなんてな。そうか、こやつらと知り合っておくがよい。必ずや汝に立ち向かう最強の敵となるじゃろう。小説はい、編集長様。心に響く作品を作るために、決して臆さず、必ずやあなたたちを倒します。おお、たとえ巫女の腹心だからって手加減はしないからな。その意気じゃ。この感覚つかめたか。対戦の前に最も重要なライバルに宣戦布告をする。雰囲気を最高に高める寛容な。全くつかめていません。その将軍様と花見坂を見て回った親友の方と対抗するって考えたら、すごく緊張してしまい。ならばまずは急ぎ宿屋に戻るがよい。今抱いているその緊張感を記録するんじゃ。これも良き素材になる。この人すごく怖い。でもとてもすごそう。そちらの物静かな友はどちら様じゃ。こいつはキノコンを捕まえる途中で出会った新しい仲間のレイラだ。レイラは訓練されたキノコンを家に連れ帰って一緒に暮らしたいんだってさ。そのため、キノコンを訓練して日常生活のお供にする。面白い。汝にはいろいろと秘密がありそうじゃな。わらわは八重巫女、趣味で娯楽小説の編集者をしているんじゃが、汝に少し興味を持って。なんて答えたらいいか全くわからない。そうだ、二人ともこの間は本当にありがとう。予選の準備のためにもこの4体のキノコの仲間のことをちゃんと知っておきたいの。トレーニングペース配分に気をつけろよレイラ。前みたいに疲れてへばっちゃダメだぞ。おーい、ミコのオーラにびっくりしちゃったみたいだな。む？わらわはそんなに怖いのか。だとしたらもっとあの娘っ子と交流して誤解を解かねばならぬの。さて、わっぱのその目、まだ何かわらわに言いたいことがあるようじゃな。にぎやかさに流されて遊ぶことしか脳みそにない状態ではなかったんじゃな。安心したぞ。じゃがあいにく邪魔が入りそうじゃ。お目にかかれて光栄です、八重宮司。まさかスメールにいらっしゃって早々本大会の会場に足をお運びいただけるとは。ん？大会の責任者か？超お金持ちの大商人がなんでここに。ふむ、どうやら大会は順調に進んでいるようじゃな。でなければナンジラのようなお偉方が二人揃って一般出場者に構う暇などないじゃろ。
またまたそのような八重宮司、あなた様のように高貴なお方はスネール一流の礼儀でおもてなしさせていただきますとも。すでに英知王子をお試しになられたようですが、この技術の将来性にどう思われましたか？今のわらわは一階の編集長に過ぎぬ。こたびここへ来たのは休暇を兼ねた取材のためじゃ。技術の将来性などという重たいテーマについては考えたくないんじゃがの。そう焦らずにカウトリアさん、教令院の商業的な要望ばかりお伝えするのでは、雷鳴の国からせっかくはるばるお越しくださった貴賓に対してあまりに申し訳ない。それに八重宮司はご友人とお話を。ほう、なかなかに的を射ておるぞ、エルヒンゲン殿。八重宮司からそのような評価をいただけるとは身に余る光栄ですよ。何かご入用の際は何なりとお申し付けください。八重宮司の、そしてかねてより名を馳せている旅人さんまでが大会にご参加くださるとは、素晴らしいご活躍を期待していますよ。ミコ、あいつらはお前と仕事の話をしに来たんだろう。新しい競技活動をこれほど迅速にテイワット各地に広めることなど、ダミ大帝の商人にはできぬ。それほどまで強力な相手とは組みたくないの。それにこの大会は始まったばかりじゃ、結末がどういう風になるかはまだわからぬ。キノコンは見た目は可愛いが、その体内には強力な元素の力を秘めており、このような魔物に対して完全に。ミコもそう思ってたのか。オイラたちもこの大会が危ないんじゃないかって思ってたんだ。それにしてもこれに影響されたキノコンはみんなポコポコビーニーみたいにすごくおとなしくなるんだ。パイモンは相変わらずのんきで元気いっぱいじゃな。わらわもそろそろ自分の役をこなさんといかんの。大会の出場者として事前準備をしに行くとしよう。それではまた予選でな。ほれ、百雷シェラ、二人にお別れの挨拶をするんじゃ。知り合えたし、ミコにも会えた。たい、よし。じゃあハニヤのアドバイス通り、フラワーゼリーを受け取ってポコポコビーニーを育てようぜ。雨降る風の中、ふるさとを思う。ついに来たな、優勝候補。さす、優勝候補？いい響きだな。お前もオイラたちのことを知ってるのか？もちろん。君たちが英知宝珠を受け取るとき、俺はすぐ隣にいたからな。ハニヤさんのような専門家が指導してくれたんだから、君たちも眩しい新人テイマーになれるはずだ。聞いた感じ、ハニヤはすごく強そうだな。Thank you.
で全力を出せそうだな。
雨降る風の中、